ニコニコプロレスチャンネルをご覧の皆さん、はじめまして、菅野夏希と申します。下の名前が夏希なので、あだ名がナッキーと言います。皆さん、ナッキーと呼んでください。よろしくお願いいたします。私はもともとですね、高校時代に野球部のマネージャーをやっていたこともありまして、すごくスポーツが好きだったんですけども、プロレスはすごい実はですね、嫌いだったんですよ。だってプロレスって痛いことして殴り合って何のメリットもないじゃないですか。もうやだ、怖い、やばんって思っていたんですけれども、10代の頃に知人にその話をしましたところ、お前人生損してるよと、あんな面白いものを見ないなんて損してるよって言われまして、人間としてこれから社会人として生きていくにあたって食わず嫌いはいかんよお前って、そこまで言われまして、だったらちょっと見てみようかなという話になり、でもいきなり会場に足を運んでチケットを買うっていうこともなかなか難しかったので、当時土曜日の深夜と日曜日の深夜に2つの団体でそれぞれ中継をやっていたんですけども、ではそれぞれ見比べてみよう、どんなもんかいなと思って見てみるっていうところからまず始めました。でその中で見てみたところですね、私のイメージを大きく大きく覆す方たちがおりまして、それが現プロレスリングの三沢光晴さんと小川義成さんのタッグの試合ですね。相手がどこでベルトがかかっていたのかどうかとか覚えてないんですけども、なんかヘビーの選手とジュニアヘビーの全く体格が違う選手が組んで、お互いカバーをし合いながらすごくチームワークがいいじゃないか、しかも相手を潰しまくるんではなくて、なんか相手の良さもちょっと引き受けつつ、全部受けつつ自分のいいところを出して勝つ、ああっていうことをやってる、おお、これはちょっと私人生損していたなんていうふうに思いまして、それがきっかけでプロレスにハマるようになりました。でもなかなか会場に足を運ぶっていうのが女性一人で行くっていうのがなかなかハードルが高かったので、なかなかそこまで至るのに時間がかかったんですけれども、いざ会場に行ってみました。思い切って1年ぐらいかかりましたかね。男性のファンだけなんだろうな、怖いおじさんとかコアのお兄さんとかがいて、何あいつ女一人で来てんだ、帰れよとかって思われないかなと思ってすごく心配だったんですけども、意外と女性のファンの人が多かったりして、隣の席の人だったかな、飴食べますか、初めてですかなんて声かけてくれたりして、そこでもまたプロレスのイメージがガラッと変わったんですね。コアの人たちがだけファンなんじゃなくて、私みたいに普通の女性もファンでいるんだっていう、この実際プロレスが見せている怖い感じとか痛い感じとかじゃなくて、見てるファンってやっぱりギャップがあって、普通の人が普通に楽しんで見てるんだよって、このすごく楽しい世界をぜひですね、私なりの視点で皆さんにお伝えできる番組を作っていけたらなんて思っております。ずっとプロレス好きで続けて15年近く経つんですけども、何かですねずっと見続けてきてるので、この熱い思いをですね何か形にして何か表現できないかってすごく今年に入ってから強く思うようになりまして、実は今年50試合ぐらい今いろんな団体さんを見つつ勉強を始めたりしています。なかなかですね観戦に足を運ばないとわからないこともあったりして、タイトルマッチだけ見に行くのももちろんすごくいいんですけど、前哨戦から積み上げていってそこに至った瞬間を見たらまた感動が違うかもしれない、そういう楽しさもありますので、なかなかすぐに会場に足を運べない方もたくさんいらっしゃると思います。特に地方の方なんかも、私も新潟出身なんですごくわかるんですけども、その時にですねぜひニコプロ気軽に見ていただきまして、ああこういう試合をしてるんだ、次はじゃあここが期待できそうだ、この選手の成長具合がこんなに楽しみだっていうふうに思っていただいて、ぜひですね会場も怖くないので観戦するきっかけの一つになってもらえればなと思います。その手助けを私の方でさせていただければと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。会場に行って隣の席に座っているお姉さんが私ナッキーでしたみたいなことはあるかもしれないので、その時にはぜひビール一杯おごってください。よろしくお願いします。